こんにちは、平田くチャンネルです。こんにちは。こんにちは、平田くチャンネルです。こんにちは、はい、どうも店長です。はいはい、以前うちの方の動画で、はい、プロショップ店員が選ぶ、はい、おすすめのラバーランキングとか、はい、ラケットランキングっていうのをやってまして、はい、でまあ結構もうほんまに忖度なしでおすすめするラケットをランキング順に紹介したりしてた動画があるんですけど、ちょっとあの古くなってその動画が、はいはい、言うたらまあ紹介したラケットが廃盤になったりとか、あとはその後に新商品が出たりとかいうので、ちょっと今回新たにプロショップ店員が選ぶラケットベスト5、はい、インナー縛り結構長なるで、これシリーズ。そう、インナー縛りやもんな。インナー縛り、はい、今回はインナー縛りです、はい、もう早速、はい、もう独断と偏見で選ぶ、忖度なしで選びます。忖度なし、はい、第5位、第5位、じゃん、お王道来ました、はい、張本インナーフォースエール C、 はい、まあ、これはもう何を隠そう、張本兄弟が使ってるラケットですよね、はい、店長。旧インナーフォースのブレードの大きさで再販されたラケットで、もうそれが張本の名を冠して出たっていうので、まあいろいろ ZLC やらスーパー ZLC やら素材違いはいっぱいあるんですけど、まあやっぱり今の時代は結構アリレート、うん、あの安定性なのかな、ちょっとでも、あの、でもまあこれはそのトップ選手がそうやって張本君が使ってるっていうラケットやけど、そのトップ選手使ってるラケットって意外と俺ら一般人使えへんやつが多いやんか、ぶっ飛びすぎたりとか、まあ、固いアウターが多かったり、ただこれは結構みんな使える、もともと玉持ちのいいラケットの中で、ブレードサイズが大きくなって威力も出やすい。で張本智和シリーズの結構いいところはインナーフォースレイヤー ALC よりもちょっと軽い個体多い、うん、いやこれはもうおすすめ、あのジュニアの子も全然、あのラバーさえあの間違えへんかったら全然使えるし、もうキッズから大人まで、もう中級者から上級者まで、まあこれ1本持っとけば本当にもうずっと使えるラケットのうちの1つやと思いますね。そう、はい、第5位でした、はい、張本、それで第5位、はい、これが第5位、これが第5位、聞いた、第4位、4位、はい、じゃん、ベン日卓装填、はい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 、装填、装填、なぜこれを選んだかという、はい、ちょっと一個いいですか、はい、これってさっきの張本とすごくよく似たラケット、うん、すごくよく似たラケット、ブレードの大きさもグリップサイズもすごくよく似たラケット、うん、で個人的な感覚、うん、こっちの方がちょっとだけ打球感が好き、これは。ああはいはい、それはどういう風なことな、少し乾いた感じの、うん、その玉持ち、はいはい、なんとも言えへん、一瞬こう、うん、もさじゃなくて乾いた感じのあの木材の玉持ちが個人的には好き、はい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 、こっちの方がだから中国ラバーとか、そう、ぶつけて打つ人間からしたら、はい、張本のインナーフォースよりこっちの方が打ってて気持ちいい、はいはいはい、張本とかはどっちかって言ったらね、もうこすってなんぼというか、キュンキュンタイプ、キュンキュンタイプに対してこっちはパワーでもいけるよっていう、そう、うん、まあもう使いやすさとかはもうさっきの張本ともうほぼほぼ一緒、うん、もうみんなジュニアから大人までみんな使えるし、はい、これはあのー、いや新田の中では久しぶりにいいラケット言ってたんちゃうかな、まあ長く使える、うん、装填、装填シリーズでした、はい、まあちょっとね在庫が少なくなったりとかちょっと安定しないラケットなので、もし、はい、売ってる時に早めに、はい、購入いただけたらいいかなと、はい、はい、第4位でした、はい、第3位、はい、第3位です、第3位、インナー部門第3位、インナー部門第3位はまたまた日卓、ダンじゃん、ひなはやた H2、 はい、これは志田動画で結構絶賛した、はい、まあ、最近ちょっと流行りだしてきたインナーでもちょっと威力を求めてるタイプのシリーズ、これは飛ぶ、うん、でさっきの張本とか装填みたいなああいう使いやすいインナーですよじゃなくて、もう結構いくラケット、
そうだね、アウターにかなり近寄っていってる方のインナーっていうことになってきて、まあ威力重視、うん、その中でやっぱりあのアウターにしてしまうと球持ちの時間っていうのが短くなってしまうので、その点でインナーになってる。かなりまあ上級者向けのスイングスピードある人にとってはかなりいいんじゃないかなっていうラインと、この球持ちの感覚が、普通のさっきまで紹介したインナーと違って、はい、めっちゃ木材臭い球持ちやったんよ、はい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 、昔剛腕とかを使った人間からしたらそういうちょっと木材臭い懐かしさも感じつつ、でも今風の言ってくれるラケット、本格ドライブマンに向けて出てるラケットね。でラバー もうテンション系でも全然いいし、中央フラワーでも全然威力出るし、まあただちょっと高いまあ値段がね、値段が高い、そこだけで見た目はね、早田ひな選手監修やからちょっと可愛いイメージになってるんですけど、ラケットはもう本当にゴリゴリ男性でも使える。上級者向け、ちょっと扱うのがまあラバーを間違えなければいいけど、これに例えばもうフットグラバーも組み合わせてしまうとちょっと暴れ出すかも。まあでもやっぱ基本、今回紹介するラケットはインナーやからまだマシ。これもぜひ使ってほしい、もうおすすめするラケット。いやでもこれを超えるラケットがまたな今後出てくるかもしれへんし、まあ、いやぜひこれはよく出してくれた一択最高峰のラケット、うん、ぜひおすすめです。大好き。次何やろ。第2位、インナー部門第2位、はい、ちょっと日本ランクインしてます。はい、八坂です。はい、じゃん、アトレティコパワープロとリゾネイト AI。 はいはいはい、これも新商品、今年出た新商品ラケット、ね、まあこれはうち日本未発売のラケットで、うちちょっと販売してるやつなんですけど、はい、まあ、なぜ日本出したかというと、はい、これは通常国内でいろんな販売店で売ってる、はい、今年出た八坂のリゾネイト、この2つのラケット、はい、実は全く一緒です。ものは一緒、ものは一緒、ちょっとデザインが違う。ものはいいよ。そうで、カーボンの種類も一緒やし、ブレードサイズも一緒やし、うん、木の種類も一緒、一緒、ただデザインが違う。デザインが違うというか、そう、はい、だから、ね、このリゾネイトはめっちゃいいんよ。いいんよ、いいんよ。そうで、これもシダをしたけど、はい、もう絶賛、はい、今風の、うん、もう限りなくアウターに近いインナーラケット、うん、威力重視っていうインナータイプだね、うん、最近でも流行るよな。最近は流行り、本当にやっぱり卓球が流行になってきて、結構威力を求めたいっていう選手が多くなってくる中で、ギリギリまでやっぱ飛ぶ形にするんはアウターやとちょっと球持ちが少なすぎるから、インナーのちょっと板厚めっていうところが結構多いかな最近は。でも試打動画でも言ってたけど、打球感が超大当たりのアウターラケット、このアウターラケットとめっちゃ球持つやんっていう、めっちゃいい当たりのラケットが最初から作られてしまったみたいな、そんなラケット。もうこれ1本持っとけば本当に長く使えるシリーズでは。そう、でこれはもうテンション系もいけるし、中国ラバーでもいけるし、全然威力は出る、もう最高。そうだね、まあ貴重性っていう部分がちょっと違うけど、日本でまあまあどこでも手に入るものと、まあまあ今んとこね、日本では平たくしかないんじゃないかと思われるアトリ。いやぜひこれも、はい、試してほしい。今までの八坂とは全然違う、はい、もう全く別次元のラケットを出してきたという、高クオリティだよね。そう、これは、はい、すごい、もっと値段高くてもいいぐらい、はい、このリゾネイトは、はい、まあ、それでも八坂の中でやったら一番に位置してるんやけど、うん、まあ、それはちょっと良心的すぎるよな、ね、価格設定が、うん、もっといっていいよっていう、もうこれはもっといっていいラケット、値段で言うたら、はい、3万4万でもいいぐらいのクオリティ、はいはいはい、ということで第2位でした。はい、あれ結構全部できたような気もするけど、いよいよ第1位のインナーラケット、第1位、はい、第1位発表します。何や、不動の不動の第1位、第1位インナーで、はい、はい、
出ました。はいはい、ひょうひょうもうすぐもう忖度あり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 これはもうみんなに言う、はい、一回あの俺のラケット使ってみてる。それぐらいほんまにもう自信を持っていい、はい、で僕もいろんなラケット試すけど最終この O3 に必ず戻ってしまう。どれぐらいいい。これはまたちょっと先ほど紹介した今流行りのインナータイプとはちょっと違って板厚薄めでインナーっていう、そう、うん、しなる、うん、しなり系やね。でもめっちゃ威力出る。でこんなにしなってこんなに持つのにこんなにいってくれんのって、はいはい、もうなんか持ちすぎず飛び出しすぎず、でそれが弱く打ってもいけるし強く打てば打つほど威力は出るし、はい、なんか全部がこなせてしまうっていう、もうすごいよ今のところ不動不動、はい、もうこれは離れることができる。そうか O3 このグリップやからっていうのもあるかもしれんね。グリップも好き。ブレードに対してちょっと細めのフレアっていうちょっと今のね入りとは違うグリップも細くてでブレードも大きくてっていう形やからちょっとこう慣れが必要なのかもしれんけど、やっぱこれに慣れると意外とこれ帰らないラケットの代名詞かもしれんね、うん、だから他に似てる類似ラケットはもう一切ない。もう O3 は O3 何出てくるかなと思ったらやっぱ最後にこれやったか。そうやね。あということで、はい、以上もう忖度なしの本当かプロショップ店員が選ぶ、はい、ラケットベスト5、はい、インナー部門でした。はい、またその他のランキングもぜひ紹介したいと思うので、また、はい、そちらの方もよろしくお願いします。それではありがとうございました。ありがとうございました。はい、はい。